どうもキクリンです、今回もですね漢字で語をやっていきたいと思います。漢検一級のね受験が迫っておりますが、気分転換であり勉強にもなるということでやっていきましょう。今回はですねカジュアルモードといういろんなジャンルが選べるモードの中からですね、はい、難易度を変えるとこれプラスレベルにすると難しくなるんで、プラスレベルモードのやつをやっていきたいと思います。プラスレベルですともう難易度6っていうね最高レベルのやつも出てきますから、そうですね、その中でも今回はこの国都市の名前からやってみたいと思います。はい、これね知らないの、特に最後のボス戦とか知らないの出てくるんですよね。漢検のレベル超えてますから、さあやっていきましょう。まあ、最初の方はね、もう大体簡単すぎるので、早送りでいこうと思います。さあ、レベル、ステージ2か。ステージ2。まあ、総問題数12問なんで何回かやってたらね、結構出てきちゃうと思います。はい。これはですね、文字面からは想像しにくいですが、エジプトですね。はい。ほこりっていう漢字が入ってるんでね、なんかこう砂ぼこりのエジプトっぽさはありますよね。これね、バック。あれだ、まで始まります。マダガスカルですね。はい、マダガスカル、ゴージャスさんやるやつですね。昔はセイロンと呼ばれてた。はい、これはオーストラリアの方でしょうね。オーストラリア、オーストラリア。私タイピングが遅いっていうのはね何回も言っております。首都キャンベラですね、シドニーじゃないというのを覚えていきましょう。はい、この辺から集中していきましょう。総問題数も53問と全然まだ覚えてないと思います。私これね、はいはいはい、ベニスですね。ベネチアとも読むんじゃないこれ、ベニス。はい、はい、これね昔 この前やった時これボス出たな。フィンランド、普通レベルだとこれボスで出てくるからね、やっぱり難しくなってますね。フィンランド、フンラン、フィンラン、これシンで始まるやつですね。シンガポールでございます。シンガポール、ね、ちっちゃい国ですけれども経済的に豊かだということですね。はい、さあボス戦さらっときましたね。うん、これね見た答えやつだといいですけどね、ほとんどやってないからな。あ、これなんだっけ、ねニューアニュージア、分かった。これ全然漢字のイメージと違う、ジョージアなんだこれ。はい、元グルジアであるね、ジョージアですね。これでジョージアちょっと厳しいよね。はい、ということで見たことあったんでできました、ありがとうございます。覚えればできるということですね。じゃあ他のジャンルやってみましょう。さあカジュアルモードプラス他のジャンルもやってみましょう。どうしようかな、植物とか知らないのいっぱい出てくるかな。一文字やってみましょう。一文字プラスね。これやってみましょう。さあ、一文字漢字で何と読むかってやつですね。これはなかなか難しいですからね。うん。このモードもほとんどやったことない。はい、これ、柵ですけど、しがらみとも読むでおなじみですね。柵。はい。まあ、この辺レベル1ですからね。この辺もポンポン飛ばしていきましょうか。はい、1文字プラスのレベルですからそれなりにこの辺から難しくなってくるんじゃないでしょうかということですね。はい、ちょっとね、あ、カツラだな、カツラ怖いですね。はい、これ書かされますからね、関係ではね、カツラ。さあ来い。はい、これはですね魚編があります。スルメですね、まあ、スルメイカのスルメです。はい、この辺はまだわかるかな。はい、これはこの前もやったな、ウテナ。はい、ウテナですね、花の台、まあ、額みたいな部分。はい、ボーナス、ボーナスモードはねなんか日本語の問題だよね。あ、今回は漢字か。不義理、うかつのかつが違いますね、うかつのかつが違います。このモードも勉強になりますね。はい、なんかね、いろんなことわざっぽいのも出たりするんですよ。さあここからだよな、難しくなってくるのは。問題も180もやるからあるからね、全然見てないと思うんだ。これ野菜、野菜を表すね。あ、違う、あ、大物だ。
はい、危なかったですね。青物ですね、野菜の総称、素菜の素ですね。これはですね、便天の便だよね。秋空ですね。ソに丸というのはね、謎の文字を打ってしまいました。秋空。これはね、虫系なんだっけ、腹の虫だ。腹の虫だよね。海中でことだもんね。腹の虫、よしよし、来た来たよ、来ましたよ。さあ、最後まで来ましたが、これも総問題数73もあるしな。なんでしょうね。うわ、知らねえ。でも2文字だからね、50音と50音かけるで、2500? の中、刃、歯、生え、生え、や、やえ、や、なんだ、やえ。なんだよ、知らないもん。説明を見るが、これヒントになるのかな。12種の2番目ですって。そうなんだ。じゃあ、これヒントもらったんでやっていきましょう。ということで、これでなんと、牛と読むんですね。知りませんでした。お勉強になりましたね。いや、これほんと、ボス戦の最後の方のやつとかも全然わかんないで出てくるからね。ちなみにこの今回の問題っていうのを見るとこうやってですね、解説文が出ております。いや、この辺ね、いいレベルの難しさだったんですけどね。ここでここファインプレーだったと思うんだけどな、腹の虫。いやー、これ知らないもんな。これ牛か、歯、刃、いや全く見たことないですね。はい、さあ続いては虫の名前プラスやってみましょうかね。虫の名前プラスをやってみたいと思います。これもね、ほとんどやってないんでね、これもほとんどやってないんでちょっと厳しいと思いますけどね。後半の方、虫の名前、この辺は早送りでしょう。さあ来ました、この辺からはどうなりますか。はい、見たことある、クジャクニチョウですけど、クジャクチョウでいいの、クジャクチョウ、あ、そういるんだ、そんなのが。クジャクニチョウだからクジャクチョウだそうです。マイマイつぶりかな、マイマイつぶり、あれ、マイマイかぶりか、マイマイかぶりだ、確かね。あー、マイマイかぶりだ、そうだ、かぶ、そうだね、かぶるだもんね。うわー、なんだこれ、おーおー、なんか大紫かな、大紫、違うか、なんか蝶っぽいけどね。おーすかし、おーすかし、違う、なんだ、おーすかしば、惜しかった、おーすかしば。さあ行きましょう。はい、これは島映えだろうね。島、あ、え、島に生えたからね、島映えですね。はい、さあこの辺はかなり難しくなってくるとは思いますけれども、6文字、これなんだっけ、稽古って読むけどね、つく、セミの名前だよね。日暮らし、つくつく帽子、みんみんゼミ、ミンミンゼミ、セミの種類だよねこれね。日暮らし、あれ、ミミン、ミニーゼミか、そうか、悔しいんで昆虫もう一回やります。それで今日終わりかな。さあこの辺は早送りでいいでしょう。テントウムシもいろんな感じあるけどね。テントウムシ全然覚えてないかな、この辺な。はい、マイマイかぶりね、マイマイかぶり、はい、カタツムリ、最初の2文字でカタツムリ、マイマイとも呼びます。
なんだこれ、コエミシゼミ、なんだこれ、エミシ、なんだこれ、エゾセミか。いやー、エミシって呼んじゃったな。エミシ、エゾ、まあ意味大体したよね。これね、病文画、あ、怒りだ、怒り文画でね、怒り文画、よし、怒り文画、さあ行きましょう。これ半妙ですね、半妙、う、はい、まだらな猫で半妙ってね、なんかいい名前ですね。さあここから来ますよ。そもそもね、虫の名前知らないやつ出てくるからね。さあどんなのが出るでしょう。うわーなんだこれ、白龍、なんだろう、白、知らせ、知らせ、なんだ、しらみかな、しらみなんじゃないこれ、違うか、白虫、なんだろうねこれ、知らないな、知らないもんな、うんかか、うんかっていうね、もっと簡単な感じあるけどね。いやー、もうこうやって間違いながら覚えていくしかないね。はい、これはね、シデムシでしょうね、シデムシ、これはシデムシひどいな、シデムシ、はい、これは関係でも出ますね。これはね、文字から想像しにくいですけど、ゴキブリなんです。あれ、こう、あれ打ててないよ、ゴキブリ、はい、タイピングがひどいですね、ゴキかぶりと読むんですね。はい、これはね、ササキリ、ササニキリギリスで、ササキリだと思う、そうそう、これで、このゲームで確か1回見たことありますね、ササキリ。さあ来ましたよ、なんだかんだでいろいろありましたが、どうでしょうか、知ってるの来るかな、ほぼ知らん、あー、なんだこれ、ニワトリケイヒ、ケイヒケイヒなわけないよな、なんだこれ、なんか訓読みあるんだろうな、何ですか、何でしょうか、全く知りませんけれど、ワクモ、クモの種類ですか、ニワトリ、ハトなどに寄生する、うわ気持ち悪いですね、吸血して衰弱させる恐ろしい生物、ワクモでございました。このようにこのように非常に難しい問題がね、聞いたことも見たこともないようなのが出てきますからね。はい、今後もうちょっとね、まあまあ、もうちょっとゲームやっていけばね、覚えていくと思いますけどね。はい、もうちょっと覚えたらまた、もっと難しい問題もやってみたいと思います。本日はお疲れ様。